おはようございます。今日も京都て名古屋駅からスタートです。うん、ちょっと待って。いきなりどうなさったんですか？今ではもうすでに現存しないものが映ってる。こんな昔の動画を今頃出してくるってことは、今回は少し長めになるってことだな。ずっと気になってたんだけどさ、あのオープニングっている？一応シリーズものにはつけるようにしてる。普通の動画が関連付けられるから、メリハリをつけるというのと、二次創作の範疇だから、提供元ぐらいは示しておきたいという思惑があってつけてる。あと1シリーズが完結した後につけてる次回予告は、あくまでもシリーズものの予告であって、単発系は含まれてないので、ご了承くださいね。時事ネタ的なやつはすぐ出したいのでね。しばらくそういうのが続いてたもんな。ようやく一段落つきました。あのオブジェクトが残ってるのは、これが2022年の夏のものだからだよ。しかもこれから行くの北海道かよ。どうやって行くのかまるでわからん。でもわかる人にはわかるんだろうな。とりあえず今日は仙台まで行きます。そして乗船になってる理由はまた後で話します。どうやら訳ありな感じっぽいな。本当はしたくなかった変更だけど、せざるを得なくなってしまったんよ。はい、まずはこの信濃1号に乗っていきます。どこまで乗るかわからない人は、降りる駅を推測してみてください。定番ルートなので、知ってる人も多いかもしれません。っていうぐらいだから、長野までは行かないんだね。そこまで行くと行き過ぎってことだね。これから乗っていくのは 3% 系、特急信濃号専用車両です。それも、北海道噂されている車両と何度も言ってたな。つい最近公式から、実信濃号の 3% 系が発表されたね。そして草8号系が引退した今、名古屋駅に来る最後のワイドビュー車両です。と思ったそこのあなた、残念ながら今回は普通席です。座席に着きました。 3% 系は初めて紹介するので、座席周りを見ていきましょう。テーブルはキハ85系と同じサイズのものが使用されており、特段大きいものではなさそうです。パソコンを置くとギリギリって感じです。カーテンは横引きのレールカーテンです。リクライニングをいっぱいまで倒すとこんな感じ。平成初期の車両でもあるので、車内にコンセント類の設置はありません。そしてこちらもキハ8号系同様、フットレストが備わっています。しかし靴で乗せる面のみで、位置の固定もできません。窓枠には、小物類が置けるスペースもあります。
そして、ワイド駐車場ということもあり、窓のサイズも特大サイズで、景色も見やすくなっています。以上、座席周りの紹介でした。名古屋駅を出発しました。この列車を降りる駅を考えてとか言ってましたけど、僕の場合サムネにいつも書いているのでバレバレでしたね。ようやく気づいたよこの人、塩尻まで乗るんだよな。よくお分かりになりましたね。ということなので、ひとまずは東京へ向かっていきます。ただ新幹線で東京に行くというのも面白くないので、東名間の第二の幹線ルート中央線を乗り通していきます。中央線は皆様ご存知の通り、東京から名古屋を長野県経由で結ぶ全長 396.9 キロの路線です。厳密には新宿代々木間は山手線、神田東京間は東北本線ということになっていますが、ここでは全て中央線として扱います。東海道線が太平洋沿いの海岸線を走っていくのに対して、中央線は長野や岐阜の山間部を走行するため、東海道ルートよりもはるかに時間がかかります。そのため全体を通しての通過利用は極端に少なくなる一方、各都市から新州地域への輸送には重要な路線です。今回乗車している特急信濃やあずさを代表的に、ほとんどの列車が松本方面へ直通します。一方で路線の折り返し地点である塩尻で完全に運行系統が分割されており、塩尻駅を境に東京方面は中央東線、名古屋方面を中央西線と呼んでいます。そしてこの中央東線と中央西線を直通する定期列車は一つもなく、ごくまれに臨時列車が直通運転する程度です。この運行系統からも、東西を直通する利用はかなり少ないことがわかります。これが中央線の大まかな内容です。左から名鉄で唯一本線系統と接続していない瀬戸線が近づくと、大曽根駅を通過、バンテリンドーム名古屋、またの名を名古屋ドームの近くにある駅です。名古屋市の中心街はこの辺で終了。少し郊外へと足を進めます。左手から大都市の中のローカル線である城北線が見えてくると、柿川駅、もともとは貨物短絡線として建設されたものの、結局使われることはなくローカル線となってしまった非電化路線です。鉄道系 YouTuber にはたびたび取り上げられてますね。そしてこの柿川駅構内にも城北線が乗り入れられるスペースは確保されていますが、現在は未整線になっており、城北線は今でもここから500メートルほど離れた仮ホームから出発しています。そしてあまり知られていないのですが、この駅から名古屋空港までのバスも出ており、裏ルートとして使っている人もいるそうです。柿
町側、春日井と通過すると、左手に広大な敷地が姿を現します。ここは人狼車両区、中央線名古屋口や関西線で用いられる車両を管理している車両基地です。現在乗車しているサンパー3系や、新型の315系もここの所属です。この時にはまだ211系や313系が大勢在籍していましたが、2023年には廃車や転属が相次ぎ、今では315系の奉公みたいになっています。人狼を通過して少しすると、構造寺駅を通過、名古屋市のベッドタウン的な場所で、住宅地が非常に多いところ、ここからは愛知環状鉄道が分岐しており、瀬戸やトヨタを経由して、岡崎まで伸びています。愛知環状鉄道は一部列車で JR と直通運転をしており、その連絡線が左手から分かれていきます。この連絡線はもともと、2005年に開催された愛知万博へのアクセス列車、エクスポシャトルで使用していた頃の名残で、当時は211系の14編成がここを通過していました。現在では平日の朝と夕方の一部で、瀬戸口駅までの運行が残っています。構造寺駅を出ると景色は一変、一気に中央線らしい山の中に入っていきます。目まぐるしく景色が変わっていくんだな。さっきまであんなに都会だったのに、少し走っただけでめちゃくちゃ山奥に来ちゃってるじゃん。だからここは、都市部に近い秘境とかよく言われてるね。ちなみにこの辺で、一軒瀬戸入っています。そして左側から三毛太から北太田線が近づくと、日本で一番暑い町、多治見に到着です。岐阜県で4番目の人口を誇る町で、37度以上の気温を記録した日数が日本最多となった町として、日本一暑い町としてたびたび取り上げられる町です。また多治見は、美濃焼の集散地でもあり、市内には、多くの陶芸工房が点在しています。サンパー3系について簡単に紹介しておきます。この車両は1994年に国鉄の381系を置き換える目的で開発されました。381系の自然振り子を進化させた制御付き振り子にすることで、乗り心地を大幅に向上させました。伊佐85系から始まったワイド重車両の一つであり、長野寄りの先頭車はパノラマ型グリーン車にするなど、眺望が確保された車両になりました。1996年に定期運行を開始して、合計76両が製造されました。つい最近ですが、この車両も置き換えが発表され、2026年度で完全に引退するそうです。なのでこの車両にも、早めに乗っておくといいかもですね。ところでさ、出発する前に一度工程を変更したとか言ってたけど、あれは何だったんだ？あの変更はですね、通る予定だった路線が災害によって不通になっちゃってですね、目的を達成できなくなっちゃったんです。この直前に発生した前線による長雨と大雨で、青森県を中心に盛り土流出や土砂流入が多発、すぐの運行再開は困難となり、経路変更を余儀なくされました。一時は中止も考えましたが、飛行機が予約済みでキャンセルは痛かったので、今回は経路を変更していくことにしました。特急列車も予約していましたが、この災害のため無手数料で払い戻しました。繁忙期直前でしたが、まだして
成績に空席が残ってたのが幸いでしたね。こういう時でも飛行機は払い戻せないんだ。飛行機は今回の災害とは無関係だからね。無手数料になる条件が揃ってないから自己都合キャンセルになっちゃうね。そうすると運賃の 60% 取られちゃうから痛すぎる。だから予定変更してでも行ったわけだ。半ば無理やり繋げただけだね。ただこの経路も辿ってみたかったから結果オーライってことで。将来的にリニア中央新幹線が通るであろう美濃坂本駅付近を走行中。でも駅ができるような雰囲気がまるで見られない。まだ静岡問題が解決してないからだろうな。こんなのどかなところに最新鋭の交通手段が来るんだね。にわかには信じがたい光景だな。完成した時にはこの辺の景色もガラリと変わるんだろうね。列車は中津川駅に到着。中央線名古屋地区のターミナル駅です。この先、塩尻までは木曽路を駆け抜けていったため、列車本数が一気に減ります。この駅には、松本から普通列車が出ており、その列車の一部には、JR 東日本の車両も使用されています。中津川を出発して少しすると、左手にはダム湖が見えてきます。ここは落合ダム、木曽川の途中にあるダム湖です。中央線は、ここから奈良駅までの区間、木曽川沿いを走行していきます。渚駅を発車、ここはもう長野県に入っています。渚は、中山道の宿場町として発展した場所でもあります。木曽川を横目に走るこの区間は、上り線の名古屋方面は新線を通る一方、塩尻方面の下り線は急線を通るため、比較的ゆっくり走行していきます。
すぐ横には国道19号が並走。ちなみに高速道路である中央自動車道は、南アルプスの南端を恵那山トンネルで貫き、飯田方面へと向かっています。川が木曽川になっただけで、沿線の風景とかは高山線と結構似てるんだな。でも高山線は単線自然化に対し、中央線は電化復線のところが多いから、通過人数としては中央線の方が多いんだろうね。木曽福島駅は、木曽地域の観光の拠点駅、特急信濃号も全列車が停車します。原駅を通過すると、木曽川と離れ、進路を東寄りに変えていきます。木曽川はこの先、源流がある八森山へと向かっていきます。塩尻まで乗ってきました。この383系の魅力は、やっぱ振り子を使ったスピード走行だと思います。このスピード感を味わうためには、中津川から塩尻の間で乗るのが一番感じやすい気がします。ただ名古屋地区で130キロ運転する数少ない列車でもあるので、名古屋からの離島するのが一番楽しめるかもしれないですね。ここで、甲府方面の列車に乗り換えます。乗り換え時間もちょうどいいので、少し待っていましょう。駅の南端から眺めるとこんな感じ。右に行くとさっき通ってきた名古屋方面、左に行くと新宿方面の中央東線と呼ばれる区間です。こんな感じのデルタ線になっているので、東西を直通する列車がないというわけですね。信濃号は、期間限定の臨時列車として、白馬平黒糸線の臨時列車が設定されていることがあります。今回はここまで、次回はもっと東へ進みます。